2018年残り1か月切っておりますけどどうですか年末年始は決まってますか予定年末はまあ仕事っぽいですけどね年末休みはでもあるし一応年始あるんでちょっと今回はスカ以外の方に行きたいあとちょっと待ってください岩井さんそれはなしですなんでよ俺らのあったじゃんこの暗黙のルールという何 海外へは行かない。いやいや、知らないよ、俺は。お前が持ってないでしょ。それはショックお前こそだって海外なんか家族いんだから行っがいいじゃないのいや、それもう行けないだう。ちっちゃいし、3人目もできいや、俺はもう行ってきます。ちょっとショック。それは。いどこ決まってない場所はまあちょっと、まあ決まってますけど、ちょっとまあ、はい。隠して。これはもうあれです。あの、じゃあ、小出しに発表します。今週のキーワードは、タ え、どこ行くかはい。いや、それ小出しいいよ、別に。今週ギアだ、タですんで。キーワード送っても何ももらえないでしょ、別に。あの、一応、じゃあ、あ、こう、あげます。おはい。ええ。キーワードじゃあ全部変えて、はい。送ったら、じゃあ、ちょっとお土産を。お土産いいで、その鏡でお土産を。いいじゃん。タうん。タヒチ。あー、だねはい。タ。え、何ダとか言っちゃってるわ。え、ヒチ消えちゃった。ヒチ消えちゃった。はい。 たのつく、海外に、旅行予定。はい。いいですね。ええ。めちゃくちゃ気になるわ。あの、先週岩井さんがね、お正月に海外旅行に行くみたいなね。はいはい。もう、初、プライベート初海外。初海外。お正月。でございますから。で、その旅行先どこだみたいな話になって、 勝手に、そのなんかキーワードクイズみたいなの始めたじゃないですか、はい。いや、プレゼントかかってますから、勝手に。いや、勝手にというか、まあね、みんな楽しみにしてますから、やっぱり。なんか不思議となんか始まったキーワードクイズね。はい、最初の文字が、タ、えー、ですね。 最初の文字がタ。た先週、えっ、ー、と、キーワードタでございます。タでしたね。はい。それで、うん、そのタを受けて、うん、リスナーからね、ああ予想メールが来ております。あ、そうですか。えー、埼玉県ラジオネームバスターエンドラン。うん、岩井さんが正月行こうとしてる海外ってもしかして、うん、動物たちの楽園こと、タンザニアじゃないですか。えー どうなんでしょうね。それしか言わないんだ、結局。ああ。こっちがいい。タンザニアね。タンザニア動物たちの中にタンザニアじゃないですか動物好きだからね、俺ね。動物好きでしょうタンザニア。行って、いいね。タンザニア行って、タンザニア行ってちゃんと遊べます遊べるでしょうね、やっぱりね。タンザニア行ったら結局楽しいでしょ、でも。いや、まあ、それは、てか別に海外行ったことないから。全然。 楽しいでしょどこでも楽しい。メールは楽しめるだろうね。うえー、続きまして、福島県ラジオネーム。バカ青春待ったなし。<う>岩井さんの旅行先ヒントのタで僕はピンと来てしまいました。<う>岩井さんの旅行先はズバリ、うん、高輪ゲートウェイ駅です、ね。<laughs> 都内じゃねえかよ。これはドンズバで正解ですね。お土産待ってます。いやいやいやそんなさ、はい、あのー、工場、なんかこ工事してるとことか。 見に行くわけじゃないから高輪ゲートウェイ駅じゃないですかいやいや違うだから始まって、高輪ゲートウェイ駅に関しては違います。はい、<laughs> なんだよ。はい、えー、高輪ゲートウェイ駅じゃない、うん、今高輪ゲートウェイ行くんだったら品川行きますから。<laughs> 違うか。ここはちょっとじゃ違うね、予想ちょっと外れちゃいましたね。どうすんすかじゃあ次のキーワード。次のキーワード行きましょうか。ええと、まあちょっと。発表してくれるんですね。予想。まあ今週ね。もう一個キーワードね。ええ、行きましょう。え、今週のキーワードは、いいですいいはい。え、先週がタ。タイじゃん。ああ、うタイだったらもう、終わるじゃん。ああま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 あ。 タイ、タイ、カ、タイカ、タイワン。ハハハハ鼻っちゃっかく、警戒しないで台湾っゃダメだよ台湾ってそんなにそうしちゃったら。台湾だよ台湾でしょ時の穴水ですよ。なんだよ、それ時の水。 ええー、こっちも来てますよ。大阪、ウラジオネーム、ゆでた孫。うん<あ>。えさんが正月に行くのは、対等<あ>ステーションじゃないですか <laughs>。なんでだよ。ゲーセンじゃねえかよ。おい。僕も年に数回行きますが、ああいい場所ですよなんで正月に対等ステーションです、ね。わざわざキャッチャしに行かでお土産だから、そっち系だ。景品だ。えー、違うよ。お土産。対等ステーションで UFO キャッチャーしないの。ステーション。あ 三重県ラジオネーム、今日もコールド負け。はい、岩井さんの旅行先ってもしかして、対、はい、名県じゃないですか満を持してる。対じゃないですか正月に行かないよ、お前。対名券。モテキシェフの。<laughs> なんで対 <laughs> 名県な,なんで対名券で何パッかしなきゃいけないの <laughs> ふざけんなよ。色黒く焼けて帰ってくるでしょうね、やっぱりね。タイメイケンってじゃ焼けるわけじゃないから、あの人。タイメイケンでもない。ないですね。あもうじゃあこれは選択肢から外しちゃらっていいですね。タイメイケン。メールがね、ちょっと読んどきましょう。東京都ラジオネーム、さっそうと走る雑草。岩井さんが正月に行くのってもしかして、タイタンライブですか出演しないのに行くなんて勉強家ですね。ああ 楽しいけどタイタンライブか正月に行かないよ後輩とか連れて絶対行かない正月にお笑いライブお土産はじゃあそうなるともう爆笑さんのなんかあれか何ステッカーとかそういういや違うよなるのかなまあねえラジオネーム別れ際ちょっとムキになる岩井さんのお正月の旅行先って タイヤ感ですかどうですかいや、違うよ違いますかタイヤ、ここに行かないよ。お土産タイヤです。タイヤだけ売ってるとこね。あの、車の部品のね。お土産タイヤじゃない。タイヤ感行かないタイヤ感じゃない。タイヤ感行かないよ。すごいですね、これもう。そう、めてます。海外っていうのはもう、一切無視して。海外というヒントはて海外のタイタンシネマライブじゃないんだよ。海外で見る。は岩井さんの、 旅行先クイズっていうのがね。そうなんですよね。今ね。あ、行われてるんですよ。はい。行われてるんですよね。まあ、2週前からね。やっておりますけれども。お正月。はい。ね。初めて海外旅行行きましたら。うん。まあ、そこのね、あの、行き先をちょっとクイズにしてるんですけど、当てた人には、お土産をね、プレゼントいたします。お土産をね。はい。で、ここ数週だから一文字ずつ。はい。ヒントがね、出てるっていう。うん。え、先週までのヒントが、た、 うん。タイ。はい。までです。タイだったらもう終わっちゃいますけどね。あの。タイ。一個気づいたんですけど。こういうのって、先週とかのおさらいしちゃダメじゃないねそうなんですね。確かにね。毎週聞かすためのやつだったりするじゃん、こういうのって。そうだね。今週とか、ま、で、言い終わった時の回聞けばいいだけの話なんじゃね。うね。ん。ケツで聞けばいいじゃん。そう。ことになっちゃいますけど。もう言っちゃったんでね。タイ。 はい。まで出て予想メールがはい。あの、届いております。あ、そうなんですか。はい。この中に当たりがね、あるかもしれませんからね。え、ラジオネームパパの金縛り。先週から話題になっている岩井さんの旅行先ですが、海外ってことを考えると、もしや、太陽じゃないですか。寒いですもんね。寒いよ、そんなの。寒いですもんね。行けない、行けない、そんなの。海外。 ってこと考えるとやっぱ、いけない。パスポートね。そこだし、無理ないかな、という。クーラーじゃないんだから。お土産。ドラゴンボールね。クーラーの最後じゃないんだから。黒点をお土産で。黒点を。続きまして、ラジオネーム、ドアノブブナウ。岩井さんの旅行先は、太鼓おばさんの実家ですか太鼓おばさん可愛いですよね。僕もサザエさんより太鼓おばさん派です。 どうすか太鼓馬さん,か馬さん歯とかないのよ。<laughs> 太鼓馬さんの、<laughs> んえイクラちゃんのお母さん。イクラちゃんのお母さんね。太鼓さん。うん<ー>。ノリスケさんの奥さんね。まあ、うん。太鼓さんの実家じゃないですか。いや、違います、ね。自然とまあね、ノリスケさんとかとも会うことにはなりますけども。うんえー、まあね。うん。さんの中で一番可愛いのは太鼓さんだけど。<laughs> ああ好きじゃん。うん。 一番かわいくない確かに一番かわいいね。よく考えてみ。ちょっとエロいよね。太鼓さんは、エロいね。ちゃんと見たら。なぜそれも、ノリスケさんと、描かれてんのかなそれも。太鼓さんエロいよね。い。ンチみたいな子住んでるしな。あれやばいからね。やっぱちょっとエロさがね、ありますけども。ちょっと違いますかはい。あ、違うか。正解者いなかったんで、今週のヒント、じゃあ、発表いたします。はい。三つ目のキーワードは、 は、です。台湾ですね。いやいやまだわかんないっす。もわかんないです。台湾しかないじゃん。いや、違います。わかんないっす。他にあるわかんないす。海外で台湾、台湾じゃん。いや、探してください。それは。台湾だ。うんうん。いや、探してください。台湾と、う書いて。いやいやいやや、やめてください。いや、来週もまだありますから。うん。はい。 台湾だもんね。来週もまだありますね。<ー>はい。えー、お土産が欲しい人は、答えと氏名、住所、連絡先を書いて送ってくださいね。はい、台湾と書いて。 送ってください。はい。台湾のやめてください。まだわかんないですから。はい。旅行先クイズのヒントですね。そうです。旅行先クイズのヒント出したいと思います。え、現在、えなんかこういう、書いてあるんだけどさ、現在どこまで来てますみたいな。先週と先々週とその前が何、何でみたいな書いてあるんだけど、いや、言ったら意味ないのよ。その、ずっと聞いてた人だけが送れるっていうのにしたいの、は。言っちゃってんじゃねえかよ。 タイワまで。ダメなのよ。タイワまで。今日聞けばよくなっちゃうから。出てますね。いや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 おかしいのよ、これが。台湾えいやもう。かなまあちょっと、とりあえず、まあ、行きますよ。今週の、えっと、ヒント。ええまあ、当たれば、えー、岩井が買ってきたお土産をね、抽選でプレゼントいたしますねはい。はい。ということで、今週のキーワードはこちらうんです。 何も起きなかった。た <laughs>、はいえー、ええー、え。うんですね、今週は。はい。た、い、ええ、やめてください。やめてください。うん。いやいや、めてください。台湾に行,行くんですね。台湾行くんですね。台湾って言わないでください。<laughs> <laughs> 一応、あのー、あれですよ。えっ、ー、とー、まあ、あの、次週もあるかもしれませんから。いやー、ないでしょう。<laughs> 次週は、だって、いつになる次週はい、自習は、はい、あれ、次週はいつになるんだあ、次週は撮ってあげる、ね。次週はもう撮ってある。<laughs> 時空が歪みまくってるから、次週は,はもう撮ってんだよ。前に撮ってんだね。そうだよ。 で、放送もだってもう、お正月過ぎてるし、はい。<laughs> じゃあ今週までです。そうですよ。なので、うん、キーワード皆さん集められたでしょうか <laughs> <laughs> 集められたでしょうかね、えー。ということでございまして、うん、えー、そのキーワードを書いて、はい、プレゼント欲しいですということで。うんえー